どうもトミです。というわけで今羽田にいます。そうです、トリップです。今からこのバイク持ってオーストリアとドイツに行ってきます。まずレッドブルのヘッドクォーターの近くにあるアスリートパフォーマンスセンターで肩のトレーニングをして、その後キャニオンのヘッドクォータードイツにあるんですけど、ドイツでアスリートサミットみたいなのを参加していきます。キャニオンライダーがねいっぱい来るみたいなんで、どんなクレイジーなパーティーになるのかめっちゃ楽しみです。というわけで行ってみましょう。レッツゴー。というわけで今ホテルについてチェックインしようと思ったんですけど、朝の9時はさすがにチェックインできひんってことだったんで、ちょっとホテルのこの物置スペースをお借りして、今から自転車組んで、で乗りに行って、でまたチェックインの時間に戻ってきたいと思います。じゃあ組んじゃいましょう。今ちょっと軽く街流してたけど、もうめちゃくちゃいいスポットいっぱいあるわ。すごい、こう街全体の作り方が、おお、めっちゃいいスポット。というわけでサルツブルグ2日目の朝です。朝飯ももう食って、今からぼちぼち街に繰り出そうかなと思ってます。新しいホイールもめっちゃ調子いいな。これインダストリーの
太いスポークで組んでもらったやつやけど、かなり昨日乗ってて気持ちよかったね。あとやっぱり新品のハブは転がりが違うな。というわけで行ってみましょう。レッツゴにいるローカルカメラマンのデイビッドと今からフォトセッションすることになりました。このお城をバックにちょっとここでやりたいと思います。やばいミュージアムに着きました。やばいなこれ。
今から撮影できるそうです。イエース。というわけで今日はついに APC に行く朝です。外はこんな感じです。それでは行ってみましょう。というわけで朝一のセッション終わりました。まあ、血取ったり、呼吸器をチェックしたりみたいなメディカルチェックを終えて、ようやく今から朝飯食べれます。トレーニングを終えて今からドイツに向かいます。今こんな感じで車の中に自転車を積んで向かっております。かなり濃い3日間でしたね。この APC で過ごした3日間はもう新しいことだらけで、トレーニングもそうやし、メンタルトレーニングとか栄養学とか体のこととか、ほんまにもう日本では学べなかったことをいっぱい学べたんで、すごいいい3日間でした。今日今移動して、ドイツのラゾリューション、これ実は僕が所属している事務所なんですけど、その事務所の人たちにようやく初めて会えるので、それが楽しみすぎます。もう3年ぐらい事務所に所属してるんですけど、今まで1回も会ったことないっていう、まあ奇跡の今仕事スタイルでやってるんですけど、ようやくみんなに会えるので、それが楽しみです。どんな旅になるのかワクワクします。というわけで長かった旅も終わりまして、今から東京に帰ります。いやー10日ぐらいやったけど、めちゃくちゃ濃かったな。もう最初のストリートに乗りに行った時点でもうかなり満足度高かったんけど、そっからレッドブルのアスリートパフォーマンスセンターでな、いっぱいトレーニングもできたし、いろんなこと学べたし、でキャニオンライダーと、でキャニオンの社員さんとみんなと友達になれて、めちゃくちゃハッピーです。で本当にこの旅を実現するためにね、いろんな人が動いてくれて、
本当に感謝しかないです。ありがとうございました本当に。というわけで日本に帰ります。じゃあね。